やっぱりあったかく乗るとバイク乗る人多いよね。あの僕はいつも言うんだけどね、虫と同じだよね。あったかくなるとブーンって出てくるじゃないですか。あの特に河川敷行くと、河川敷行ったりするとね、あったかくなるとすんげえ虫が出てくるんだよね。待ってましたって、ね、よいしょ。何時だ ?10 時51分、ね、ベイビーが待ってるからあまり遠回りしないで帰りましょう。ベイビーだ。シーズンはね3匹目なんですよ。鼻のね潰れたところがね可愛いんだよね。まあ鼻の長い人が長い、あの鼻の長い犬種が好きな人もいるだろうし、いや僕はあの大きい大型犬が好きだって人もいるし、ちょっと大型犬はね飼ったことないんだよね。ちょっと飼えないな。これまで小さい赤ちゃんだとかやっぱ噛み癖が出てくるんですよ。歯がかゆくて歯が抜け替えるまでね。そしたらさ、なんていうかな、匂いが破壊されちゃうよね。だから大きな心を持っている人は大型犬を飼えるかもしれない。もう諦めるつもりでね。これねもうチキンだからすぐねカッとなっちゃうからね、いいのもマジで怒るから、ちょっと買えない。で今あの自粛っていうか家で仕事をしている人がいて、なんだかなんていうのかな、犬に癒されたいとかっ って犬がなんか出てるらしいんだけどね。大変ですよ。なんか赤ちゃんと同じだから、まあ赤ちゃんよりはね大きく、あの成犬になっちゃえば赤ちゃんよりは楽かもしれないけど、やっぱりどこ行くにもね、あのついてきて、あのなんか一緒に行きたいってワンちゃんもいるしね。こちらなんかすごいですよ。もう玄関開ける途端にね先に来るからね、うん、置いてからになるね。その癖がね車の蹴るところがうるさいんですよ。ほれって乗ってるっていうか車の中にね一人取り残されたのもう大騒ぎ。大人がねおとなしくあのおとなしくね運転専用の車両の中入ってますよ。この舗装は何これ、ベタベタしてて舗装でもね乾いてるのか。これって新鮮で欲しいですよ。まあ外れる時もあるけどね。あと里芋、ね、じゃがいもはここでは買わない、高いんですよ。あまり安くないんで、じゃがいもはめて、あとほうれん草、やっぱりあったかくなると葉物が出てくるんだね。あとちっちゃい粒ぞろいのしいたけ、野菜を食べないとね便秘になっちゃうんですよ、すぐ。
だからね、チキンだからね。でも場所が変わるとね、例えばどこかめったにないけど、どっか泊まるじゃないですか。もうね、寝場所が変わるともう寝らんないですね。で、トイレが変わるとね、うち打てなくなっちゃうしね。何なっちゃう、本当に。チキンは。僕、どこでも帰りに帰りにする人いるじゃないですか。僕もすごく理想なんですよ。どこ行っても、あ、もう寝ちゃったみたいにガーッと寝ちゃうじゃないですか。あ、寝たっつってね。朝だけ抱っこしてって、もう理想的だよね。それができないんですよ。もうちょっとの環境が変わると何も眠れないでしょ。うんちは出ないでしょ。もうね、最近なんだけど、なんていうかな、なんか、うんちを出すためにご飯を食べてみた感じだよね。一日一回出さないと気持ち悪いじゃないですか。でもね、習慣って怖いもんでね、まだね、汚いんですよね。でもね、大事ですよ。食べることも、出すことも。乗っちゃうからね、すぐの距離が近くてね、もう劣化しておりますよ。廊下、もうゴルフ場がね、でも僕ね、ゴルフはしないんですよ。できない、勝負に合わない。だってあんなちっちゃい球まっすぐ飛ぶわけがないじゃないですか。ダメ、イライラしちゃって。もうゴルフ好きな人にこんなこと言っちゃうんだけど、ハンディキャップも許せないね。よくわかんない。あと、リカバリーができない。もう、ダメだとリカバリーできないじゃないですか。もう最初、朝からなんか、一発目でもう、えらい右の方飛んでっちゃったりとか、ね。で、なんかこう、友達にね、何回もパターンは決まんなくて、悪いね、ちょっと待ってね、つって、気遣うよってね、ゴルフなんかしないわよ。怒られちゃうね。実験する長歩きだとかね、ジョギングだとかね、あとオートバイ乗ってるとかね、それもね、単独でね、ソロツーリング。やっぱり結局マイペースなんだよね。人のペースを満たされたくないっていう。ビデオとマイク別でやってるじゃないですか。だからこれオンオフができないんで、ね、カメラはねオンオフできるんだけど、ラッシュレコーダーはジャケットのポケットに突っ込んでて、こんな分厚い手袋してるじゃないですか。もうどうやったってオンオフできないよね。危ないよね、水にしててね。スマホを見ながらみたいなよりひどいよね。
出たのか、それはね、何だったかな、女性対応してストライクを稼いでるんですよ。ストライクを稼ぐっていうか、若干軽くはなってるんだけど、ただね、クラッチのカラカラを消すためにね、バディズのとこにね、オイルをね、たっぷり入れたらね、なんかやけに重たくなっちゃった。ただね、これは息子のバイクなんだけど、子供はね、結構力があるんで、カラキなんでね、ちょっとも、クラッチないんだけど、クラッチも持っては言わないんだけどね。これはね、これ、くたばるんだね。ワイヤー式だからね、調整がね、あまりできないから、できない、あまりっていうか、できないんだよね。まあ、NT の、やっぱりこの方だと、この方に乗ってて不便感じるのは、このクラッチが重たいのと、あとシートが、これね、ケツがすぐ痛くなるんだよね。我慢痛くなるから痛くなるんで、まあ、自転車と同じでね、どっぷり座っちゃうとね、もうだいぶ慣れたからね、慣れてもやっぱり100キロ超えると痛くなるんで、暖かくなればね、サンドイッチだかお弁当を作ってね、食べることを目的にってのはね、僕はあんまりしないんですよ。そこに店行きたいって、やっぱり欲がないみたいね、あんまりね、食欲はね、ちょっとケチだからお金払う。食のこだわりはないんですよ。こだわってることは野菜を食べることぐらい、野菜っていうかキャベツかな。どうだろうね、これ MT のと拾ってるかね。拾うだろうと、拾うと思うんだけどね、このね、臭いヘルメットにマイクを隠し込んだんで、このツアークロスだってね、ツアークロスにマインツだとちょっと合わないんで、まあ、合わないって言ったら見てないけどね、やっぱね、くたびれたヘルメットはね、気が楽で、でもね、万が一頭を強く打ったらどうなんだろうね、分かんないよね、後ろからね、車に衝突されちゃって信号待ちしたらね、何があるか分かんないからね。結構ね、世の中ね、クレイジーな人いるからね、あんたもクレイジーだって言われるかも分かんないけど、俺よりクレイジーなやついるからね。非常識ってやつがね、やっぱりカメラでつけちゃうとね、後で動画アップロードしちゃうなんて思うと、スピードが出せないよね。だから、この4輪のドライバーをね、何にもともとして
忘れたか、赤城山の北面でね、おじさんたちが、おじさんたちが、つなぎを着てね、レーザースーツを着て、レーサーのような走りをしてたらね、捕まっちゃったもんね。今、世の中厳しいからね。まあ、そのことについてはね、あんまりね、僕のことは言えないんだけど、僕もね、一時ね、ちょっとね、ひそひそと通っちゃったりしたこともあったからね、まあ、おかげさまで、ね、痛い目に遭わなかったんだけど、死んじゃうからね、死んじゃうというか、あそこ何人も死んでますからね。だって、下りで2キロくらい出すんだもん、もっとか。何キロ出したからってわけじゃないんだけど、ね、出せるだけ出して、あそこは左コーナーなのかな、2足ぐらいもね、ランプでクッと落とすんだよね。そうだねって言う人がいるからね、全くうるせえ世の中で。本当に思っちゃうよね、もうそんなに真面目に生きてるのかねと思っちゃう。少しはね、ファミレス的だったらなんだろうからね。警察官とか得意だからね。